仙台市若林区域の下にある神社。日本各地に数ある白山神社の一つで、道の区国分寺の境内にある、木の下白山神社とも呼び習わす。戦国時代に国武士の尊崇を受け、江戸時代にもその求心の奉仕を受けた。近代社格制度では合社。本殿は宮城県指定有形文化財である。各地の白山神社は、くくり姫神を祭り。 石川県の白山美名神社を総本社とするとされるが、木の下で祀られるようになった行き冊は不明である。江戸時代には、本来芝彦神社だったのが、元の名が忘れられて、いつの間にか変わったという説もあった。伝えによれば、道の区国文寺の創建以前から祀られ、寺の創建に際して、土地を貸した神という、文寺5年の欧州合戦で、 国分寺と共に全焼したとも伝えるが、実際にどこまで遡るかは定かでない。資料に現れるのは江戸時代以降だが、戦国時代にこの地方の領主である国武士の保護下にあったことが確実である。国武の戸守が再建したとも、国武森重が天正年間に再建したとも言う。その関係で、江戸時代を通じて白山神社の祭礼には、 仙台藩領の各地に住む武士や百姓身分の国武士旧神と仙台の国分町二日町の町人が奉仕した。寮町は仙台の建設時に道の区国分寺白山神社付近から仙台に移転したと伝えられ白山神社を町の氏神にしていた。3月3日の祭礼神事の中心は旧神が馬を走らせながら的を矢でいるやぶさめであった。祭りは 翌日の国分寺の祭礼と一体化して、見世物、工業が出て人を集めた。明治四年七月に豪社になった。明治初めに仙台とその近辺に県社以上の神社は、なく、豪社は白山神社だけであったが、後に新設の青葉神社が県社に指定された。江戸時代に白山神社は3月3日が祭礼日で、この日に合わせて遠くから国武士の求心が集まり、 それぞれ定められた務めを果たした。祭礼の信仰は国分寺の僧が取り仕切った。神事の中心はやぶさめであった。江戸時代中期に書かれた大宇関関門老詞によれば、記者の氏は森田氏、北目氏、鶴谷氏、的氏は堀江氏で、いずれも国武氏の旧神である。彼らは2月25日から精進をはじめ、東倉浜で海に入って身を清めてから、 道の区国分寺の馬場本坊に入って、再会に勤めた。的板取りは下愛子村から二人が出て代々勤めた。安永風土木書き出しによれば、下愛子村の百姓五郎左衛門と与之助が、白山御神事のお的板取りを代々勤める役柄で、やはり毎年2月25日から精進に入り、3月3日、朝、縦脇で道の区国分寺の学徒坊に入り、 翌4日まで勤めた。また、長期城村の雇り屋敷に住む百姓のゴンベイと、荒井村の雇り屋敷に住む百姓のハンサブローが、先祖代々雇りを勤めていた。彼らも3日、当日縦脇で神事に奉仕した。神事の初めには、国武士急進の高橋氏が乗りトを読み、堀江氏が的氏として、金銭をあげて合図した。すると三機が出て次々と的をいた。 的は初はめ鹿の首だったが、後に、檜のの板になった。やぶさめが終わると、使い終わった的を、仙台南高の長町と東高の原町の若者が、集団で奪い合う、敵早いという行事が行われた。的を取った方が、方策になると言われた。この取り合いの後、僧と新人は、国分寺役指導に移り、僧は鎧を着て、白人を抜いて、太平楽を舞い、 新人は仮面をつけて、竜王。祭りには、多くの人手があり、見せ物や物売りの出店が連なって、大変な賑わいであったという。伊達忠宗をはじめとする藩主も時折訪れた。藩主には、自社の保護、参詣が半ば義務的な行事としてあり、儀式への参加、関係者の共応、献上物などを伴ったが、白山神社の祭礼に関してはそうしたことがなく、 純粋に見物に来たようである。仙台城下は原則として、芝居や相撲の興業が禁止されていたが、6つの御神寺町だけは、期間限定で許されており、白山神社がその一つであった。やぶさは昭和40年頃まで続いたが、今では行われていない。本殿現在の本殿は、伊達忠宗が、寛永17年に建てたもの。 昭和42年に解体修理が実施された。吹きの屋根が大きく沿った一軒車流れ作りで、正面と左右の三方に、円、正面に後輩と、浜床がつく。昭和30年3月25日に、宮城県の有形文化財に指定された。本殿の位置は、江戸時代初期に現在地付近にあったが、その後近くを移動したらしい。 一時期道の区国分寺の70頭の後にもあった。本殿の前方に切り妻作り大来入りの拝殿があり、昭和後半には本殿と拝殿をつなぐ平殿があったが、後に取り払われた。本殿、拝殿の左右に格子される小さな社が並ぶ。左には、須賀神社、八幡宮、雷神宮が正面から見て右向きに並び、奥には正面向きで稲荷神社がある。 右奥には正面向きで天馬宮がある。ありがとうございます。